ちは、ぶにこです。今日は手作りご飯を作るときに気をつけることをいくつか紹介していきたいと思います。これから手作りご飯始めようという方はぜひ参考にしてみてください。1. 食べさせてはいけない食材を与えない。人間が普通に食べる食材も犬には与えない方が良い場合があります。玉ねぎ中毒が代表的な例です。食べても大丈夫なもの、避けるものの知識を持っておくべきですが、しかしネットで出回っている情報は歪んで伝わっているものも多いので、間違った情報に振り回されないようにしてくださいね。 2. 人間のご飯と同じような味付けはしない。犬のご飯は基本的には味付けはせずに、食材が本来持っている味だけで楽しむ食事スタイルです。しかしハーブなどの香辛料や発酵食品のお味噌など、適量であれば使える調味料もあるので、一切味付けしてはいけないというわけではありませんが、適量がわからない場合は何も味付けしない方が良いでしょう。ごまやおだしなど食べても大丈夫な食材で味の工夫をする分には問題ありません。ちなみに塩分は適量であれば犬に必要な栄養素なので、全く与えないと逆に体の不調につながることがあります。しかし人間と同じ感覚で塩の味付けをすると摂りすぎになる可能性が高いので注意が必要です。 3. フードプロセッサーでドロドロのご飯を作らない。パピーの子やシニア犬、また消化器系に異常がある子、歯がない子などの食事で、できるだけ食べやすく消化しやすいようにフードプロセッサーで食材をドロドロにすることがありますが、普通の健康な犬のご飯にはこれはおすすめしません。ドロドロの食事は嫌がる子が圧倒的に多いですし、犬種によっては適度に歯ごたえのある食事を好む子もいますので、ドロドロの食事はやめておくのが無難です。 4. 毎日同じご飯を与えない。フードと違い、手作りご飯はいろんな食べ物を摂取することで栄養バランスをとっていきます。そのため極端に偏った食材選びは栄養バランスを壊してしまう恐れがあります。365日毎日茹でた鶏肉とキャベツというような偏った作り方はしないように心がけてください。 5. 毎食1日に必要な栄養基準を満たそうとしない。これはやってはいけないというより、やらなくても大丈夫という意味で捉えてほしいのですが、毎食毎食犬に必要な栄養素を全て満たさなくても大丈夫です。一食ごとに考えるのではなくて、2、3週間の内容で大体の栄養基準を満たすように考えてください。例えば昨日はお肉メインのご飯だったから、今日はお野菜多いめといった感じで、昨日摂取できなかった栄養素も次の日に補えば全く問題ありません。栄養素のほとんどは体の中である程度のストックがありますので、1日摂取できなかったところで体調を崩すとはまず考えられませんので、安心してください。いかがでしたか？一部の情報では手作りご飯は難しいなんてね、言われたりもしますが、実は押さえておくポイントというのはそんなに多くはないんだよということがご理解いただけたかと思います。もちろん病気の子に対してはですね、必要な栄養素が変わってきたりとか、知っておくべきまたポイントが変わってきたりとかしますので、そのあたりはですね、手作りご飯に詳しい獣医さんの方にご相談いただけたらなと思います。また手作りご飯について、きちんとね、基礎を押さえておきたいとか、自信を持って作れるようになりたいという方はですね、ペット食育協会の入門講座や2級認定講座、こちらの方を受けていただけたらなというふうに思います。オンラインでもね、私の講座やっておりますので、全国の飼い主さんとつながれたら嬉しいなというふうに思います。今日の私の話は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。
このチャンネルでは犬の手作りご飯の知識やレシピについて主に紹介しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。